しょうこチャンネルへようこそ。今日お迎えしておりますゲストなんですけども、野生爆弾のロッシーさんです。どうもよろしくお願いいたします。すいません、ありがとうございます。いえいえ、よろしくお願いします。本当に、はい、楽しみでして、はい、ありがとうございます。はい、なんか天然ちょっと、そうなんです、僕ね、ちょっとね、自分で言うのが抜けてるところがたくさんありまして、はい、例えば、こうしてバーってご飯食べて、今からご飯食べに行こうって言うんですよ。で、僕、過去に会った中で、バーってこう数えるじゃないですか。あ、お前と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 、お前飯行くぞってバーって言ったんですよ。5人やなと思って。で、店屋さんにすみません、5名お願いしますって言ったんですけど、その現場に来たら4人やったんですよ。はい、で、多いなって、後輩に、さっきまで5人おったら1人おらんようになって、あれ誰やねん、来てへんぞって言ったら、ロッシーさんすいませんと、先ほどロッシーさん5人って数えはったんですけども、1人テレビに映ってる政見放送の方ですって、こっから上のテレビの人間も数えていくぞと言ったりとか。じゃあその天然ってのは本当なんですか？いやもうほんまにもうお恥ずかしい生活の大変なんですよ。はい、申し訳ないです。あ、奥様が大変なの。いやほんま周りの、ね、方にもうほんま迷惑かけてます、本当に。ロッシーさんは、はい、不思議体験が、はい、天然の方じゃなくて不思議体験の方もいっぱいあるという、はい、そうなんですよね。やっぱ長いこと来てると変な話がたくさん体験しちゃうことが多くて、はい、今日もちょっとお話ししていただきたいんですけど、いいですか、皆さん待っております。僕ら吉本の大阪出身なんですよ、はいはい、で、まあ、最近こちら出てきて15年ほど東京におるんですけど、はい、その15年の前の話です。だから30年芸歴やってて、はい、言ったら最初の前半の5年目ぐらいの時の話なんですけど、はいはいはい、バイク結構乗ってて、はい、でそのバイクっていうのはちょっと珍しいバイクで、はい、エンフィールドというバイクを乗ってたんですけども、はいはい、そのバイクがイギリス産のバイクなんですけども、インドの中ではすごいメジャーなバイクみたいな、日本と違うので、右左逆なんですよ。あ、バイクやのに右左がアクセル、はい、クラッチがあるんですけども、はい、車と一緒で、はい、逆になるんですよ、はい、こっちでブレーキをかけながらアクセルみたいなことがあるんですよ、はい、難しいじゃないですか、ね、はい、そうでしょ、はい、でこれを乗ってたのも僕結構その大阪で珍しくて、はい、とあるバイク屋さんでしかメンテナンスしてくれないという、マニアックバイクなので、うちが面倒見ますみたいな、はいはい、で毎回僕がこう困った時に修理動かんようになってこれ持って行ったら、バイク屋の言ったら店長がロシー君と、うん、俺おらんようになったらこれ誰も見てくれへんで、こんなバイク、ってずっと言われてて、はい、わかりました、いつもすみませんって言って、今回どうしたんや、キャブレターこんなんないです、わかりました、ほな俺が見たるわって直してもらって、でやっぱ海外のバイクやから、その部品1個だけでも言ったら何ヶ月もかかるんですよ、でやっと3ヶ月後にメリークリスマスみたいなことです、こんな時間かかりましたが、治りましたんで、納車できますんで取りに来てください、ありがとうございますって言って、ほんまこのバイクは手かかるやろって言って、手かかるが楽しいです、で俺がおらななあこれどうすんでこのバイク大事に乗りやって言われてたんですよ、で僕そのバイクを大事に乗ってたんですよ、でマンションの言うた駐輪場がございまして、そこに僕いつもバイトの時は乗っていけないので、で置いて行ってて、夜のバイトなんで、はい、朝方帰っていくの、マンションに、はい、ある日そのバイト先が帰ってきたんです、はい、朝5時ぐらいにバーって、ほな家の前にも警察がめっちゃ集まってるんですよ、うわーってなって、家のなんか事件になってると思ってパッてよ見たら、その僕のマンションのところに、はい、バーッと車が山積みになってるんですよ、2、3台ぐらい、何やこれってなって、で、まあ、なんかチョークで何かやってとか、なんかやってやるんですよ、で僕も、まあ、興味津々でこう覗きに行って、パッとよく見たら、この2台、車が乗っかってるこの下のところに、僕のバイクが、お愛するバイクが、そうなんですよ、うわってなって、ちょっと待ってってなって、で警察の人に、いや、これ僕のバイクですって、なんでこんなことなってんすか、最悪ですわって言ったら、ちょっと待って、よかったって言うんですけど、なんですかって、やっと持ち主現れたわ、はい、って言って、どういうことですか、これほんまにもう稀なケースだと、これ一番自分被害者やけど、これあかんわって言われて、自分残念やわって言われて、なんでですかって言って、でこれちょっと今からからくり解くので、はい、僕一人でやりなんでちょっと手を貸していただいていいですか、はいはい、あのねこれ、僕のバイクここにあるじゃないですか、はい、僕のバイクの上に、これ皆さん置いてください、はい、でこういう形になってるんですよ、車がです、車が、はい、これ逆回転再生しますけども、
これをまずこの車ここ、はい、でこの車ここなんです、はい、で僕のバイクはここなんです、はい、あここなんですね、はい、これすごいですよ。これねまずこの車がバーッとこう来て、はい、ここの車がこの車にぶつかります。ああ動いてたんですね。このままマンションの前止めとった車、はい、路中の車なんですよ、はいはい、これがここに乗ります、はい、でそんでこのまま車がこのまま乗るんですよ、で僕のバイクがビヤってなるんですよ。そんなことあるんですか。最悪やんって、はい、なあって言ってこれなんでしょうってなって、いやもう君ほんま災難やなって言われて、ここ走っていっぱい走ってる道なんですよ。そうでっかい道があって、はいはい、そっからバーンと来た車がこれ路中した車にぶつかってドーン。そんなことが、いやもうこれ最悪やってなって、はい、警察の人にどうしますちょっとなんとかしてください僕最悪ですやんって言って、けどこれなって言って、落ち着いて聞いてなと、なんですかって言って、これ犯人おらんねんみたいなこと言われて、どういうことですかって、もう一回説明します、はい、これもう一回言ったけど、はいはい、ここ路中の車は僕のバイク、はい、ほんでこれが走ってきて、はい、一番こいつが悪いんです、言ったら人乗ってるんですね、はい、これがこの車がぶつかって、はい、ガシャーンってなったじゃないですか。この車の運転手逃げたと。逃げた、なんでやと思いますって、はい、これねこの車盗難車なんですって、はい、だからぶつかってやばいと思って、はい、こんなことになったらぐしゃってなったら逃げたんですって、逃げた。じゃあここも車も盗難されてるんで、はい、被害者なんですって、はい、じゃあ僕からしたら、ほらここに置いてた、路中してた、こんなところに路中してたやつが悪いねって、こいつが悪いんちゃいますかと聞いたら、これもう盗難車やって、よくもまあそんなこと、いやマジかってなるでしょ、はい、いやもうこれ最悪ですやってなって、だからまあなって自分これもうこれ自損でするしかないわ、これひどいでしょ、で僕うわと思って、とりあえずこれ君のバイクこれまあ君だけやっと持ち主やから、向こうも被害者やから、今から連絡取りに来てもらうから、でこれとりあえずバイク取りに来てと、はい、分かりました、でちょっと電話しますねって言って、いつも先ほど言ってたのバイク屋さんに、マニアックのバイク屋さんに電話するんです、すると現在使われておりませんって言うんです。えっ、いや先週届けたで、先週言ったらまたなって、大臣 CI 言われたで、ちょっとあれやと思う、まあええわと思って店長にその言うたら、店長に電話するんです、はい、まあ、現在使われておりません、ってなって、かなかなってなって、あバイトの子おった、でバイト君に電話したらバーって、ほんで電話つながったんです、あよかったと思って、であもしもしロッシーですと、でどうされましたって言って、あたりごめんなと、今こんな事故みたいなことが家の前で起こってたバイクぐっちゃぐちゃなってるから、取りに来てほしいねって言ったら、いやーってめっちゃこう言葉がね、詰まるんですよ、いやなんでって言って、いやーねーって言って、これいや取りに行きたいんですけどね今ね、いやね店電話しましたって言って、いや店電話したよと、店長も電話し店も繋がらへんやんけ、だから現在使われてるようになる、なんでなって言って、いやちょっと、ね、めっちゃ深く息が、こんないいのはなんですけどって言われて、え何ですかって言って、店潰れたんです、えっって言って、嘘やんって言って、いやこの僕のバイク直してくる人おらんようになったやんって言って、で店長電話されたでしょ、繋がらなかったんでしょう、はい、はい、実は店長1週間前に自害したんです、そんな自分に任せろって言ってた、そうだからこれ虫の知らせのように、だから言ったら、このバイクがなくなったとともに店長もなくなってはるんですよ、だから僕はこのバイクに乗るなっていうことなんじゃないかなと思って、でそのままバイクはもう廃車にし、ああって思ってるんですよね、はい、こんな話があったということなんです。これってどう思われます、もう無理やりバイクとさよならさせられた、そうです、はい、僕一回だけ事故ったのがあるんですよ、先輩と二血してた後ろからトラックにドーンと突かれてる、その時乗ってたバイクもあのバイクなんです今の。あ、そうなんですか。結構ね僕そのバイク結構好きで、好きなんですけども、そういう事件に巻き込まれること多くて。それ中古だったんですか。そうですね、中古でした最初は。前の人のものがついてる、ね、わあ。けどほなもうそう思ったら、もうその店長と共になくしてよかったのかもしれないですよね。そうですね、よく車なんかでなんていうかな、お仕事が発展していって、はい、でもっといいもの乗りたいってことで手放したとか、はい、それから無事にこうの乗らせてもらって、はい、でまあ期間が来たから車検も来たから手放すっていう方たちの車はいいんですけども、はい、お金がなくなって手放したとか、そういう、はい、
敗とか事故が起こって手放したっていうことはあんまりちょっと皆さんお祓いされてから乗られると思いますけども、でもちょっとね何回もその廃車にするタイミングもあったりとか、うん、そのバイクでしたから、うん、今言うたら屋さんに聞いて、うん、ほな昔の人の連れてきたのもそうやし、そこに馬乗せし、うん、されてたんかもしれないですね、僕の場合、あのバイクさんはね、うん、なってたかもしれないです。あって考えたら、うん、あの最後が一番ベストの最後なのかもしれないですね。そうですね、華やかな最後でした。あ、なるほど。子供の時のお話でして、滋賀県の田舎なんで、はい、そこで起こったお話なんですけども、はい、僕が小学校の低学年ぐらいの時、はい、親戚のお兄ちゃん、高学年、小学校の高学年ぐらいのお兄ちゃんと近くの竹やぶに竹の子狩りに行こう、はい、でなって、で竹の子って結構朝に行かんと、そうなんですよ、ご存知ですか、はい、朝にならんとね、あれギュッて出てこないんですよ、はい、朝にニョキってこう地面からベリッて出すんだから、こう地面を下を見ながらバッてやって、その地面が地割れっていうかバリッてなってるところにスコップを入れて、そこからゴリッて上げてタケノコをこう出すっていう、はい、母ちゃんそっちっちって、こっちでしょっちって、友ちゃんそっちにあるわっちって、こう下向いてこうやって朝方こう吉津のこうね残るなら冷たいポチャンポチャンの当たりながら、あーなんかなしんしんとしてるなっていう、冷たいな寒いなみたいなところがあって、こうやって掘ってるんです。でわーっつって、あそこもあるそこもあるそこもあるそっちそっちって、まあ、ちょっとこの目線なんですよ、で僕がそこにおって、はい、で友ちゃんがバッてやってカッてやった時にって言うんですよ、僕は「えっ何友ちゃん」って上上上って言うんですよ、そうするとパッと上見たら上に言ったらサラリーマンの釣り釣りの死体がドラーンって「って僕ここにあって「いやー」ってなって逃げて、もう泣きながら友ちゃんの2人で。ガチャ逃げようって帰ろうって、うん、うわーって帰って、うん、うわーって言って、もう見ちゃった見ちゃった、で、ね、もう向こうのお父さんとお母さんとにバー言うって、うん、こんなことこんなことあったから、うん、この竹やぶで特別見ちゃったって言って、もう落ち着き大丈夫やから警察呼ぶねってバーって警察呼んで、うわーよかったなー、うわーあんな見んかったよかったよ見ちゃったなーとか言うってて、しばらくね時が経つんです、はい、あの時あんなことあったよなーって、僕は高校生ぐらいの時ぐらいかな、はい、に親戚のおばちゃんが、母ちゃんちょっと知ってるって、あれ結構ニュースになったんですよ、街中ではみたいな、なんたらの竹やぶに首吊り自体あった、自殺のあった、あれあったでやろ、あれな、実は自殺じゃなかったってなって、えってなって、おばちゃんがどういうことって聞いたら、あれ自殺じゃなくて事故死やねってなったって、え全然意味わからない、なんでなってなって、あの人その死んで亡くなってはったサラリーマンの方調べはったんですって、ほな別に借金してるわけでもないし、なんか嫌われてるわけでもないし、なんかもうほんま全然もうその自殺するような要素見つからんかったんです、調べてはいくほど自殺じゃないっていうのが分かってくるんです、なんでかって言ったらそのおじさんは酔っ払って竹やぶで、まあ言うたら用をおしっこしてそのまま寝ちゃったんです。そうすると竹の子がここのネクタイのここにふって刺さったまま寝ちゃったんですと、すると朝になると竹の子ギュッてなるでしょ、ってなったらここで窒息死するんです、このまま落ちるん、そのまましばらく経つんです。そうすると竹の子がぐんぐん成長していくんです、早いですよね、はい、だ成長してぐん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 それが釣り上げられた状態のを僕は見たんですよ、バーって。だからあれは言うと自殺じゃなしに殺人でもなしに、事故やと、竹の子の成長に殺められたという、っていう事故死だったんだよって話、わーって思いました。というお話。いやでも竹の子やってて、はい、びっくりしますよ、僕はもうあの映像は未だにもやっぱりトラウマじゃないですけどちょっとわー残ってますね、怖いなと思います。自然の力はすごい、すごいですよ、ほんまに。びっくりするお話の数々でしたけども、後半もありますので、ぜひ引き続きご覧ください。家田翔子チャンネルでした。ありがとうございました。